アクション映画を中心に恋愛映画、コメディ映画など187本の映画に出演し、フィルムフェア賞、スタースクリーンアワード、GE、シネアワードなど多くの映画賞を受賞している。1993年ボンベイ連続爆弾テロ事件に関連して逮捕され、テロ容疑では無罪となったものの銃の不法所持で有罪となり、 2013年から2016年まで刑務所に服役していた。2012年にはインディアンプレミアリーグのクリケットチームのオーナーであるラージ・クンドラと共にスーパーファイトリーグを立ち上げている。ボンベイのバンジャーブ人家庭に生まれる。父、スニール・ダット、母・マルギスは共にボリウッドの人気俳優、女優であり、サンジャイには二人の妹がいる。 母ナルギスを俳優デビュー直前に亡くしており、薬物依存に陥る原因になったとされている。1973年に父、スニールが、監督、主演を務めた、レッシュマ・アワー・シェラに、子役で出演した。1981年に父、スニールが監督した、ロッキーで、俳優デビューした。1982年には、ビダタで、ディリップ・クマール。 シャンミーカプール、サンジーブ・クマールと共演している。1983年に、メーン・アワラ・フーンに出演し、1985年には、ジャーン・キバージで2年ぶりに主演を務めた。1986年に出演した、ナムは、工業的に大きな成功を収め、サンジャイのキャリアにとって、転換点となる作品となった。マヘイシュ・バットの、コブザ。 JP だったの、ハスヤーでは、演技を高く評価されたが、両作とも、興行収入は、平均的な記録に終わっている。この他、1980年代は、イノムダス・フザール、ジテ・ハイン・シャーンセ、マーデン・アリー・ボット、イラカ、ハム・ビー・イン・サーン・ハイン、カノーン・アプナ・アプナ、タカート・オーなどのヒット作に、相次いで出演し、ゴー・ビンダ、ミトゥン・チャクラ・ボルティ、ダルメンドラ、 ジャッキー・シュロフ、サニー・デイオールなどのスター俳優と共演した。1990年代も高い人気を維持し、デジャー、カターナク、ザリリー、タンダル、コンカカーズ、ヤルジャル、グームラ、サヒ・バーン、アティッシェ、フィール・ザ・ファイアなどに出演した。また、同年代を代表する作品に出演しており、サージャンでは、フィルムフェア賞最優秀主演男優賞に、ノミネートされた。 ザヒンドゥーは、同年代のサンジャイについて、サンジャイの初期の出演作は、多くの好意的な反応を彼に集中させた。サージャンによって、サンジャイは、伝統的なソフトヒーローの地位を確立したと、批評している。サンジャイが出演した作品のうち、サージャンは1991年のインド、映画工業成績第1位、サダクは、第6位を記録した。 カルナヤックも1993年のインド映画工業成績第2位を記録しており、同年に出演したグームラも工業的な成功を収めた。トレードマガジンブロックバスター誌創刊イベントに出席するサンジャイダット、アミターブ、バッチャン、ジャヤープラダ1993年にテロ容疑で逮捕された後、1997年に 逮捕後発の出演作となった、ドドは、工業的には振るわなかった。1998年に出演した、デュッシュマンは、工業的な成功を収め、1999年は、三寂の人気が復活した年に位置づけられており、出演作5本すべてが、同年の工業成績上位にランクインした。特に、バスティブ、ザ・リアリティでは、 フィルムフェア賞最優秀主演団優勝など多くの映画賞を受賞している。2000年に出演したアルターフ復讐の名のもとにデモスタースクリーンアワード最優秀助演団優勝を受賞し多くの映画賞にノミネートされた。また映画での演技を認められインド大統領からラシュトラパティバワンに招待されている。2000年代に入ってからも ジョディナンバーワン、ピタ、カーンテ、医学生、ムンナ・バーイなどのヒット作に出演し、複数の映画賞を受賞した。特に、医学生、ムンナ・バーイは、公開日数25週間を記録する、シルバージュビリーを達成するなど、記録的なヒット作となり、公開26週間目の時点でもインド全域257、スクリーンで上映されていた。その後も、ムーサフェア、 プラン、パリネータ、ダスで成功を収め、シャブド、ジンダでは演技を絶賛された。2006年には、医学生、ムンナ・バーイーの続編、その調子で、ムンナ・バーイーに出演し、多くの映画賞を受賞した他に、インド首相、マンモ・ハンシンからも、賞を授与された。彼が演じた、ムンナ・バーイーの人気も高く、NDTV インディアの、 ボリウッドのフィクションキャラクタートップ20に選ばれている。この他には、ダマール、ラカンドワーラーの構想、オールザベスト、ファンビギンズ、ダブルダマール、ターバンダマシー、日の道、PK に出演している。2016年に、ビドゥビノード・チョープラーによって、サンジャイ主演の、ムンナ・バーイーシリーズ第3作の制作が発表された。2017年に、オムング・クマールの、 ブホミに出演している。2018年に、サヒブ、ビー・ヤワー・ギャングスターさんに出演し、サンジャイの反省を描いた、サンジュ・サンジュでは、本人役で、亀を出演している。2019年には、プロスタナムに出演している。結婚式を挙げるサンジャイとマニアタ・サンジャイは1980年代に、共演者のティナム・ニムと交際関係にあった。 彼女との関係が終了した後、サンジャイは1987年に女優のリチャー・シャルマと結婚したが、リチャーは1996年に脳腫瘍で死去している。1988年に彼女との間に設けた、娘トリシャラは母方の祖父母と共にアメリカ合衆国で暮らしている。1998年2月に女優、 モデルのリアピルライト再婚したが、2008年に離婚している。同年にマニアタダットと結婚し、ヒンドゥー教形式の結婚式を挙げた。2010年10月21日に双子の兄弟を設けている。サンジャイによると、これまでに交際した女性は308人であり、同世代及び5世代の女優のほぼ全員。 全世代の複数の女優と交際していたと語っている。サンジュ、サンジュを監督したラージクマール・ヒラーニによると、サンジャイは交際した女性を墓地に連れて行き、ある墓の前で、母に会わせるために、ここに連れてきましたと語り、女性を口説いていたが、実際にはその墓は、母ナルギスとは関係のない別人の墓だったという。大学時代から、薬物中毒になり、 感知するの20年近い歳月を要したと語っている。母ナルギスとの死別が薬物中毒に陥る原因とされているが、サンジャイは母のために薬物に手を出したわけではないと語っている。また、服用した薬物について世界に存在する薬物で私が経験したことがない薬物は存在しないとも語っている。ある日、 彼はヘロインを服用して就寝し、空腹を感じ適症した際、家の使用人に、あなたは二日間眠り続けていました。家族の全員があなたを、心配していましたと告げられ、鏡でやつれた自分を見て、死を感じ、父、スニールに助けを求めたという。父、スニールに連れられて、アメリカのリハビリ施設に入所した際、使用経験のある、 薬物一覧を見た医師がスニールに対し、インドでは一体どんな食物を食べているのですかこれだけの薬物を服用していたら、彼はもう死んでいるはずです。と語っている。2年後、治療を終えて帰国した、サンジャイの元に顔見知りの売人が訪れ、新しい薬物を手に入れた。あなたに渡す用意があると告げられた。彼は、売人の申し出を断り、 その日、私は戦いに勝利したことを知ったと後に語っている。薬物中毒を克服した後は、肉体トレーニングを行うことで薬物から離れるように心がけ、若者に向けて薬物の危険性を訴える活動を行っている。医学生、ムンナバーイオーディオ発売イベントに出席するサンジャイと父スニール。スニールはサンジャイ釈放のために奔走した。 1993年ボンベイ連続爆弾テロ事件発生時、サンジャイにはテロ事件に関与した容疑がかけられた。彼はテロ事件の主要メンバーであるアブーサレム、リアズシティキーから武器を受け取ったとされている。これに対し、サンジャイは家族を守るために、サナムのプロデューサーから AK-56 を受け取っただけであり、テロ事件とは無関係であると主張した。 また、逮捕には、当時政治家として活動していた父スニールの対立勢力による政治介入があった疑いも指摘されている。1993年4月、サンジャイは、テロ、破壊活動防止法により逮捕された。彼は5月5日に、インド最高裁判所から保釈を認められたが、1994年7月4日に、保釈が停止され再逮捕され。 1995年10月16日に、再び保釈が認められた。同時期に、テロ事件の首謀者ダウドイブラヒムの側近、アブドゥルカユーム・アブドゥルカリムシャイフが逮捕された。サンジャイは、武器の所持を認めた際、1992年9月に、ドバイでカユームからピストルを購入したことを警察に、伝えていた。2007年7月31日、 ただ特別法廷は、テロ容疑に関して、サンジャイに、無罪判決を言い渡したが、武器の不法所持に関しては、有罪判決を下し、懲役6年を言い渡した。判決後、サンジャイは、アーサーロード刑務所に収監された後、プネーのエラワダ中央刑務所に移送された。彼は、判決を不服として控訴し、 8月20日に一時的な保釈が認められた。10月22日に刑務所に戻ったが、再び保釈を申請し、11月27日にインド最高裁判所から正式な保釈が認められた。サンジャイは政治家ではないが、政治一家に属していると語っている。彼は2009年インド総選挙の際に、 サマジワリィ島から出馬するように友人に説得されたが、裁判所が、有罪の効力の一時停止を拒否したため出馬は、実現しなかった。その後は、サマジワリィ島の初期長を務めたが、2010年12月に、辞任している。2013年3月21日、インド最高裁判所はサンジャイに対して、武器の不法所持で、懲役5年の有罪判決を言い渡した。 彼は、後半中のうち18ヶ月間は、刑務所に収監されていた。裁判所は、出頭期間として4週間の猶予を与えたが、罪の重大度を鑑みて、保護観察による釈放は認めなかった。5月10日に裁判所が、再審請求を却下し、三尉に、所定の日時に出頭するように命じた。彼は5月14日に、 不服申し立てを取り下げ、同月16日にムンバイ警察に出頭した。出頭直前には三尺に危害を加える胸の脅迫状がムンバイ警察に届けられた。彼はエラワダ中央刑務所に収監される前に控訴したが、後に取り下げている。12月21日に仮釈放され、2014年3月まで3回に、 渡り仮釈放の期間が延長された。これに対し、マハーラーシュトラッシュ政府が、ムンバイ高等裁判所への懸念と仮釈放法の改正を提起した。サンジャイは、仮釈放期間が終了した後、エラワダ中央刑務所に戻っている。12月24日には、エラワダ中央刑務所から2週間の休暇が与えられ、終了後に刑務所に戻った。その後は、 景気満了まで服役し、2016年2月25日に景気を追え釈放された。ありがとうございます。